で、ノートパソコンとかね、スマートフォン、ゲーム機器なんかも急速充電できるんだって。ここがやっぱり充電器メーカーの強みだよね。で、複数の機器に同時充電、給電しても各ポートの出力が下がらないんだって。福神チャンネル始まるよ。じゃん。今回はね、ポータブル電源ユーグリーンパワーローム1200がやってまいりました。今回ね、ユーグリーンさんとのタイアップなんですが、こちら充電器が有名なメーカーなんです。新製品の1200ワットポータブル電源にも期待しているんですよね。見た感じですけど、すごいコンパクトですよね。このぐらい、これで1024ワット、 1.5 のペットボトルなんですけど、こんな感じ、すごくねコンパクト。横もね、だいたいこのペットボトルと一緒ぐらいの大きさなので、すごくコンパクトですよね。1024Wh です。出力十分。しかも今最先端のリン酸タイプ、リン酸リチウムタイプの製品ということです。安全性が優れていますね。私が一番目を引いたのは、3000回以上のサイクル寿命を達成していて、10年以上ね、使えるっていうことです。で、なんと業界トップのね、5年保証っていうものがついていますね。ポータブル電源の経済性と安全性っていうのが今ね、やっぱ特に注目されていますね。それでね、PSE テレック UN38.3CEULFCC ロハスっていうものかな、などいろんなね、国際的な安全規格検査に合格しているんだそうです。このユーグリーンさんのね、パワーロームっていう名前なんですけど、これの BMS バッテリーマネジメントシステムね、要は中のリン酸リチウムをコントロールするシステムですよ。これが安全な電力配分と拡張バッテリーをね、提供して数年間持続するパワーステーション、このパワーステーションから数日間にわたって電力を得られる上に、高品質なね、このバッテリーのセル、高品質なものを選んで厳選採用ね、高温とか短絡とか過電圧、過充電から保護する機能も搭載されています。でね、このボディがね、 ABS 樹脂、高高度高強度のね、ABS 樹脂で、まあ、ちょっと落下は今回実験とかはしないけど、落下とか振動とか擦り傷ね、やっぱ見た目も大事じゃんね、に対する、耐久性、もちろん中の、バッテリーが耐久性があるってことだから、やっぱ外装もね、耐久性に優れてて、まあ、10年間使えるっていうロングライフっていうのをね、今回自慢にしています。まあ、長寿命、長期保証っていうことなので、性能の面もね、今回はしっかりと見ていきたいと思います。今までね、数々のポータブル電源をね、私使ってきましたから、まあ、厳しい視線でね、試していきたいと思います。お楽しみに。気になるね、外観から見ていきたいと思います。で、まあ、ユーグリーンさんはね、充電器、まあ、携帯とかの充電器だよ、充電器で有名なメーカーだから、電気を出力するというところに自信があるみたい。うん。で、こっち AC 端子が 1,2,3,4,5,6 ついてます。うん。これはびっくり、意外と使うんだよ、あの端子の数欲しいんだよ、特に AC ね。うん。タコ足つけたりとかしてる人もいるけども、うん、キャンプも車中泊もそうなんだけど、意外とね、いろいろある使うんで、このぐらいあると助かりますよね。で、こっち表面ね、あ、最大ね、 100W の PD 端子、こちらね、対応した USB-C ポートも2個装備で、ノートパソコンとかね、スマートフォン、ゲーム機器なんかも急速充電できるんだって。ここがやっぱり充電器メーカーの強みだよね。それでね、こっちいっぱいあるでしょ、端子。これがね、全部で13個あるんだけども、同時に給電できる最大合計出力が 1565W、 これを誇っていて、ね、複数の機器に同時充電給電しても各ポートの出力が下がらないんだって。これはすごいよね。我が家にもね、なんか買ったやつあんだよ、どっかで買った、あの
4口の USB 充電器あるんだけど、1個挿してる場合は早いんだけど、4個挿すとね遅くなっちゃうやつがあるの。これはそういう意味でもすごいですよね。ではね、使っていきましょう。まず使う前に充電をしよう。配線はねこんな感じで、ここにこれを3口のとこにこう挿してと。で、見て見て、これあのでかいさ AC アダプターみたいなのがないんだよ。うん、あの配線ケーブルをさ持ち歩くときにあれついてると邪魔だよね。これはついてないからいいね。うん、はい、見える？これ急速充電技術パワージップに、ね、これで今 1128W 充電しております。 AC の充電時 0% から 80% までは50分で、 0% から 100% までは 1.5 時間。すごい速さね、すごい圧倒的な充電速度を実現しているんだって。で、ここでもねやっぱり充電器のメーカーとしての技術が生きてるんだよね。で、リン酸鉄のポータブル電源で、やっぱりこの速さはすごいよね。ちょっと休憩した時とか、例えば、うん、1時間ぐらい休憩したところにコンセントを借りれるところがあれば、それで一気にほぼね、1時間あれば約 80% 以上は充電できるんだから、まあ、ちょっとお茶飲みしてる間とかにちょっと充電させてっていうだけでかなりいっぱいまで使えます。はい、今ねソーラーパネルにつないでみました。ここね、こういう風にソーラーパネルと簡単につなぐことができます。今ちょっとね日が陰り気味なんですが、それでもしっかりと充電していますね。うん、これはねやっぱり災害時とかね、アウトドアでまあ充電が できない環境、 AC 電源がとかが充電できない環境でも非常に大活躍してくれると思います。うん、なかなか電源がねこう借りれないところとかね、電源サイトがない、特に地方とかに行くと電源サイトがなかなか借りれなかったりとか、あとあったとしても混んでて使えないっていうのもあるよね。 RV パークとかも人気のとこって取れないんだよね。そういう時にやっぱりこうポータブルね、こういうねあのポータブルなソーラー発電がねできるのは非常に助かります。待ってる間に充電できちゃうからね。うん、見て、さっきね 30% ぐらいだったの、もう 40% になってるからね、早いよ。さっきちょっとコンセントで充電して、今ソーラーで充電してるんだけど、それでもぐん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 電気が入っていくからね。うん、さすが充電器メーカーだと思います。うん、で 50Hz と 60Hz 両方の電源周波数にもちろん対応しております。瞬間出力最大が 2500W を実現しているインテリジェントインバーター技術 U ターボを搭載してるんだって。名前がいいね、ターボだよ。うん、分かりやすいね、この U グリーンとかね、その U ターボとかあの僕らがこうスッと入ってくる名前だよね。で、一般的なね家庭用電気製品の 90% 以上ね動かすことが可能です。はい、というわけで、ね、今日はねこのユーグリーンさんのねポータブル電源持って監督とねこれから車中泊に行ってみたいと思います。まずはしっかりと充電してですね、あっという間で、準備してる間にね充電になるもんね。結構あんだよね、出発しようと思ってから充電しようかなっていうのね、今から充電しても全然間に合うので、出発前にちょっと充電しておきたいと思います。よし、じゃあ監督今日はね鍋にしよう。で、電気のねこれを用意したので、これをね使っていきたいと思います。これでね用意をしていきたいと思います。ご飯食べる前にさ、いろいろを使ってみようか。まず iPad を充電、よし、ピッポンっていったね、充電になったし、あとこっち AC ね、お、ついたよ。電気もついたね。ドライヤー、電気の王様、ドライヤー。まあ余裕だよね。これでね、1000ワットを超えてきました。ドリルまで使える。ドリルも使えるね。
すがに1200超えてたね。ちょっとかわいそうなことしたかな。実力は十分だな。よし、試しとかないとね。あ、 88% あるよ。これ 1000W 以上あるのにサイズがコンパクトなので、このテーブルの上にねちょっと置いといてもね全然大丈夫ですね。どのぐらいの電気かな。パチマックス、いきなり 1000W 来ましたね。もう全然びくともしないな。さすがだね。グリル鍋とかさ、ホットプレートとかさ、こういうのを使うとさ、やっぱ 1000W ぐらいは欲しいよね。監督に飛ばないようにしないとな。ちょっとスマホの電池がないからちょっと無理。大丈夫かな、いけるかな。えい、あ、増えちゃった。でも大丈夫だ、いけるいける。監督様、本日はこの沖縄のオリオンビールを買ってまいりましたよ。ご満悦でございます。乾杯しますか。お疲れ様でした、監督のビールこぼさないようにここ入れとくかね。野菜を投入します。もやしだね、20円。お肉は後だよ。うわ、食べれるかな2人でこんなに。お豆腐イン。うわ、こんなに食べれるかな。お肉が入れば食べれます。すげえ、色めっちゃ悪いんだけど。何これ、地獄鍋。よし、出来上がり。なんかあんまり美味しくないかも、ごめんね。うわ、曇っちゃった。さすがに結構減ったな。でもね、出力落ちることなく最後までね煮え切れました。よかった、食べよう。はい、こぼさずに食べてください。全部食べるんだよ。なんか上に乗せる緑のなんかがあったらよかったね。よし、じゃあいただきます。ありがとう、ユーグリーンくん。はい、ごちそうさまでした。もうね、しっかり食べ終わるまで電気持ってくれました。40% になりました。ん？監督？もう食べたら寝るよ。食べたら寝るよね。こういう小型でね、高出力大容量っていうことだから、サブバッテリーをね、搭載していない自作系の車中泊のね、仕様の車にもおすすめできるよね。置くとこがさ、結構いろんなところにこう置けちゃうからね。はい、今ね 40% こうやってねスマホで、コントロールできるから、キャンピングカーなどで後部座席にねこれ置いといたまんまでも運転席からね容量を確認できるのは嬉しいですよね。特にね、例えば冷蔵庫、キャンピングカーなんかで、ね、冷蔵庫なんかだと、残りのね電気の量がやっぱ気になるんでね、これがわかるのはいいですね。今ね 50Hz って書いてるでしょ。 50Hz と 60Hz の両方の電源周波数に対応してます。なので西日本の人でも東日本の人でもその家電に合わせてね使うことができるのはすごく嬉しいポイントですね。今話題の UPS も搭載しています。知ってる方も多いと思うんだけど、非常時ね、停電時にバッテリー出力へ瞬時に切り替わる無停電電源っていうやつなんだけど、それとして動作することもできます。停電やね入力異常の発生から20ミリ秒以内に、その出力がねバッテリーへと自動的に切り替わって、常時給電が必要な電化製品の動作を保証します。このね20ミリっていうのが、0.02 秒のことなんだけど、他社のメーカーより圧倒的に早いです。はい、というわけで今回はユーグリーンのパワーローム1200をご紹介いたしました。アウトドアや災害時などの役に立つのはもちろんなんですけど、私が感じた一番はね、やっぱ給電、充電の能力の高さ。これはね、会議やイベントなど同時にね、何人もの人がね、こうやって囲んで電気が必要な時に、すごく強みとして発揮できると思います。出力も大きいし容量も大きいからね。今回の商品の詳しい内容は概要欄にリンクを貼っておきますのでご覧ください。皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさまー。